私がこの教室の室長、アシスタントの舞です。今回は織田信長に最も愛された女性と言われる生駒狐を紹介するよ。信長の正室といえば濃姫だが、残念ながら子供ができなかった。しかし狐との間には嫡男信忠、次男信勝、長女徳姫と3人の子供を設けたのだ。前回紹介した家康の正室瀬名こと築山殿が命を奪われた築山殿事件、息子信康の嫁との確執が原因の一つと言われているが、その嫁こそが狐が産んだ徳姫なんだ。そうなんだ。信長にとって最初の女の子じゃん。可愛くて溺愛していたのが想像できるよ。そうだね。徳姫と徳川家康の正室築山殿との確執については、もしよかったら前回紹介した動画築山殿の末路をご覧ください。では話を戻すと、この時代権力者たちの多くは側室という第二第三の妻を有していた。それが権力の象徴でもあり、また何よりお世継ぎを残すという立派な使命もあったからだ。なるほど。この時代の女性は子供を産むことが使命だったんだね。なら子供ができなかった正室の濃姫は肩身の狭い辛い思いをしたのかもしれないね。かもしれないな。それゆえ織田家にとって大切な子供を産んでくれた狐は正室と同様の扱いを受けたと言われている。生駒狐は1528年、享禄元年、織田氏に仕えていた生駒家宗の娘として生まれた。生駒狐は織田信長と結婚する前に美濃の土田弥平次のもとへ嫁いでいた。狐は武士である夫を支え、2人は非常に仲の良い夫婦だったそうだ。しかしそんな幸せな日々もつかの間、1556年、当時2年の明智城の戦いで土田弥平次が戦死したため、生駒狐は仕方なく実家に戻ったんだ。この時狐は28歳だった。28歳で未亡人だなんて気の毒だね。まだまだ若いのに。現在ならまだまだ若く、これから女盛りを迎えるといったところだが、戦国時代ではかなりの年間だ。彼女は実家の生駒屋敷で亡き夫の供養をしていたそうだ。そしてそんな彼女の前に現れたのが織田信長だ。すごい偶然というかラッキーというか。生駒家は当時馬借として尾張の国だけではなく三河の国や美濃の国でも商売をしていたと言われていて、さまざまな土地の人が出入りしていたこともあり、生駒屋敷には多くの情報が集まっていたのだ。馬借ってどんなお仕事なんですか？馬借というのは馬を利用して荷物を運ぶ仕事だったそうで、現在でいうと宅配便とか運送会社といったところだな。そんな生駒家に信長が情報収集のために出入りするようになったのは元服前からだったと言われている。さすがは信長、目の付けどころが違うね。信長はここで美人で優しい狐と出会ったのだ。ある日のこと、信長が生駒屋敷を訪ね社を所望した。すると失礼しますと社を持って入ってきた一人の女、その優しげな声に信長が振り向くと、美しくも控えめな女性がいた。それが狐だったのだ。偶然の出会いっていうか運命の出会いというか、これで彼女の人生が大きく変わるんだね。この当時信長にはすでに正室がいた。斎藤道三の娘濃姫だ。この人飛鳥という別名があるくらい華やかで美しい人だった。しかし武家の娘でプライドが高く気の強い女性だったと言われている。花に例えるなら真紅のバラ、一方の狐は花に例えるなら野にひっそりと咲く都忘れのような花。そんな清楚でいて何とも言えない憂いを持った女性だった。男は優しい女性に弱いから信長も一頃だったのかな。言葉は悪いがきっとそうに違いない。彼女に一目惚れした信長はそれから足しげく生駒屋敷を訪れるようになったのだ。清洲城から生駒の屋敷までは約10キロ、馬を飛ばせば1時間ほど。その様子は彼の配下が記した武功やわにも信長が足しげく清洲より生駒屋敷に通ったと書かれてある。信長にも恋愛に燃える青春時代があったんだね。そうだね。そして信長もとうとう我慢ができなくなった。肉食系の信長が男の本能のまま狐を抱き寄せるシーンを想像しながら、舞ちゃん、狐になったつもりで掛け合ってくれ。狐。あ、いけませぬ信長様。わしはお主に惚れておるのじゃ。本気じゃ。何をおっしゃるのでございましょう。私は信長様よりも4つも年上で、それに苔ですよ。信長様にはもっと若くてお美しい方がいらっしゃるではありませんか。
わしはお主と一緒にいたいのじゃ。の、信長様。こうして二人は誰にも邪魔されることなく生駒屋敷で愛を深めていったんだ。4歳年上でバツイチ、そんなハンディがあっても信長の心を虜にしちゃうなんて、ひつのって女性は本当に魅力的だったんだね。そうだろうね。そして信長と狐の間に長男信忠が生まれた。すると信長は赤子というのは顔が奇妙だからと奇妙丸と名付けたんだ。奇妙丸だなんて、とんでもない名前をつけたんだね。今だと役所が認めてくれるかどうか微妙だな。生駒狐は織田信長との結婚後も生駒屋敷で生活していたと伝えられており、織田信長が居城としていた小牧山城に移ったのは死去する前年であったことが武功屋に記されている。だから生駒狐は織田信長との間に授かった3人の子供たちを結婚後も暮らしていた生駒屋敷で産んだと伝えられている。その3人の子供たちが生まれたのはそれぞれ長男織田信忠が1557年弘治3年、次男織田の部活が1558年永禄元年、長女徳姫が1559年永禄2年と言われており、織田信長と正室濃姫との間には子供がいなかったため、この3人の子供たちは織田家にとって大切な子供となったのだ。毎年毎年産むなんて生駒狐も大変だったろうね。信長にとっても大変な時期だったので、彼女の優しさに癒されたくて逢瀬を重ねたんだと思う。生駒狐と出会った頃の織田信長は織田家の家督は継いでいたが、家中はまとまっておらず尾張一国さえ平定していない状態だった。そうなんだ。なら狐にとって信長との結婚は必ずしも玉残しというわけじゃなかったんだね。そうだね。信長にとって一番大変な時期を必死に支えたって感じじゃないかな。1556年弘治2年、織田信長の最大の後ろ盾となっていた正室濃姫の父斎藤道三が息子の斎藤義辰に殺されてしまった。織田信長は尾張国内でうつけと噂が広まっており、織田家の家臣の間でも織田信長ではなく弟の織田信行に継いでもらった方が良いと思う者が多くいたらしい。後に織田信長の家臣になり多くの武功を挙げた柴田勝家らは織田信行を織田家当主にしようと挙兵したんだ。この戦は織田信行が籠城する末盛城を織田信長側が包囲して勝利を収めたが、母土田御前に懇願された織田信長は織田信行や柴田勝家を許したのだ。しかし1558年永禄元年、再び織田信行に不穏な動きがあるとの知らせが柴田勝家から入ると、織田信長は仮病を装って織田信行を見舞いに来させたところを殺害してしまった。兄弟で殺し合うなんて嫌な時代だね。これにより次期織田家当主が織田信長に決まり、織田家が一つにまとまったのだ。さらに織田信長は1559年永禄2年、岩倉織田氏の居城岩倉城を陥落させ、織田信方を尾張から追放して尾張の大部分を掌握した。そして1560年永禄3年、信長にとって最大のピンチが訪れた。今川義元が2万5000の大軍を率いて尾張に侵攻してきたのだ。桶狭間の戦いだね。そうだね。桶狭間の戦いについては以前、桶狭間の戦い、義元侵攻の理由と信長勝利の要因として動画を上げているので、もしよかったらそちらをご覧ください。信長は今川義元を打ち破り、まさに戦続きの激動の時を過ごしていた。信長と狐は本当に信長が一番大変な時期に愛し合っていたことがよくわかるよ。生駒狐は1566年永禄9年に亡くなったと伝えられているが、その数年前から体調が優れず、1559年永禄2年に徳姫を出産すると産後の肥立ちが悪く病床に伏すことが多くなったと言われていた。きっと3年続けて子供を産んだので無理がたたったんだね。そうかもしれないね。この時生駒狐は生駒屋敷で生活していたため、織田信長は長い間生駒狐の体調が悪いことを知らずに過ごしていたんだ。そして1563年永禄6年、信長が身の攻略のために初めて築いた小牧山城、城が完成した。信長は城が完成するとここに狐のために御醍醐殿を作り、狐を移住させるよう生駒家へ伝えたんだ。すると
生駒家から狐の体調が悪いため生駒屋敷から城に移動できないと言われ、この時に初めて織田信長は生駒狐が体調を崩していることを知ることになったのだ。忙しくてしばらく会えなかったのかな。新しく作った城に狐のために御殿を作るぐらいだから愛していたことは確かだね。織田信長は急いで生駒屋敷に行き、腰に乗せて城まで生駒狐を運んだと言われている。そして生駒狐が城に入ると家臣たちに織田信忠たちの母として披露したんだ。しかし病が全快することはなく、1566年永禄9年9月13日狐は永遠の眠りについた。この時信長は人目もはばからずに号泣したと言われ、その様子から彼が生涯最も愛した女性として狐は名を知られることとなったんだ。それから数年後、まるで狐のことを頭から消し去るかのようにできたばかりの小牧山城を廃城とし、信長自身も岐阜に拠点を移し本格的に天下取りに邁進することになったのだ。私は織田信長というと怖いイメージしかなかったけど、愛した女性には優しいところもあって織田信長のイメージが少し変わったよ。日本の歴史は男性が戦いながら作ってきたと思われがちだが、実はその裏には恋する男女がいて、それが歴史を作ってきたのだ。このシリーズではこれからもそのような歴史を動かした恋愛話を紹介していきます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いします。